写真流出と米組がアメリカ大使館訪問、海外進出の可能性高まる。注目の新興エンターテイメント企業。近年、日本のエンターテイメント業界において、新たな動きが続々と現れています。その中でも、元ジャニーズ事務所の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、とべ、は、多くの注目を浴びています。そして、 トベに所属するアーティストたちが海外での活動をスタートさせる可能性について XQTwitter 上で噂が広がっています。トベのオフィシャル YouTube チャンネルが10月15日に緊急性配信を行ったことがこの話題の火種となりました。この生配信ではトベに合流した平野塩と神宮寺裕太がキングプリンス通称 キンプリとしての活動を経て、新たな仲間としてシユうを迎え入れ、新たなプロジェクトナンバーアイとしての活動を開始することを報告しました。とべには、これまでに旧ジャニーズ事務所から多くのアーティストが移籍し、独自の活動を展開しています。例えば、三宅健さんは9月に第一弾シングル、レディー・トゥー・ダンスをリリースし、 ムップ派8月から毎月新曲を発表するなど音楽活動に専念しています。また、大統率樹さは日本テレビ系の10月期深夜ドラマ、秘密を持った少年たちに出演中といった具体的なプロジェクトに参加しています。 こうしたトベのアーティストたちは、ジャニーズ事務所からの圧力やメディア側の期待に縛られることなく、自身の才能を最大限に発揮する環境を享受しています。そのため、彼らは今後、自由に大胆な活動を展開できることが期待されています。しかし、トベのアーティストたちの中でも、特に平野市を岸優太、 北山宏光の3人について海外での活動の可能性が取り沙汰されています。その背後には、とある中国の SNS ユーザーが公開した写真が関与しているといいます。この中国の SNS ユーザーは、写真の中で平野市を、岸優太。 北山博光らと思われる人物がアメリカのビザを申請しにアメリカ大使館を訪れている様子を記録したとコメントしています。写真には後ろ姿しか写っておらず、顔は確認できないため、これが本当に3人のアーティストなのかどうかは確かではありません。しかし、 この情報が一部のファンの間で注目を浴び、飛べのアーティストたちが本格的に海外進出を計画しているのではないかという期待が高まっています。一般的に短期の観光や商用目的でアメリカを訪れる際には、ビザの代わりに電子渡航認証システム、エスタ、エスタの認証を取得することが一般的です。 したがって、もし3人が本当にビザの申請を行ったとすれば、長期の滞在や本格的なビジネス活動を行う意図がある可能性が高いとされています。平野志洋と岸優太は、金プリを脱退する際、その理由として、海外進出を挙げており、これが彼らの新たなキャリアに向けた抱負の一部として広く知られています。 しかし、ナンバー I の結成を発表した際、二人は海外進出の具体的な計画や展望については触れませんでした。一部のファンからは、この点に疑念が投げかけられており、平野と騎士が海外進出を金プリを脱退し、事務所を辞めるための口実だったのではないかという意見も出ています。 しかし、もし3人が本当に海外での活動を計画しているのであれば、彼らは夢を実現するために具体的な行動を起こしている可能性が高いでしょう。飛べの新たなアーティストたちがアメリカで何らかの活動を展開する可能性があるならば、ファンたちはそれを心待ちにしていることでしょう。 北山博光も飛べ合流を発表した際、アジアを含む国際的な舞台での活動を希望していることを公表しており、飛べのメンバーたちの新たな挑戦には大きな期待が寄せられています。飛べはまだ指導したばかりですが、彼らの今後の動向は業界内外から注目されています。今後の彼らの活動には、ますます注目が集まることでしょう。 彼らがどのような展開を見せるのか、今後の情報に注目したいところです。